皆さん、こんにちは。お姉系タレントの先駆者といえばカルーセル麻紀さん。余命宣告された現在の病状に涙が止まらない。今日はカルーセル麻紀さんのことについて紹介します。まずはカルーセル麻紀さんの経歴とプロフィールから紹介します。カルーセル麻紀は日本のニューハーフタレント、本名、平原麻紀、旧名及び出生名、平原哲夫、所属芸能事務所はオフィスカルーゼル、元男性であることをネタにした痛快なトークが売りで、お笑い芸人の演芸と歌謡ショーを組み合わせたステージを繰り広げる。また、芸能界をはじめ、各界に友人、親友が数多く幅広い人脈を持つことでも知られる。日本人として初めて性別適合手術を受けた人、戸籍を男性から女性にしたパイオニアと称される。1942年北海道釧路市で厳格な父親の次男として生まれる。当時は太平洋戦争中で、アメリカやイギリスなどの敵国と徹底的に戦う男となるよとの願いから哲夫と命名された。しかしながら幼少時から女性的趣味嗜好を持っており、女になりかけといじめられていた。釧路北中学校出身、14歳の時に三島由紀夫の小説で同性愛を知り、同時期に麗しのゲイボーイとして一世を風靡していた丸山明宏の存在を知った。この出会いは麻紀にとって強いインパクトとなり、その後の身の振り方を決めるきっかけとなる。1963年に芸能界デビュー。1968年25歳の時、日本コロンビアから楽曲愛して横浜で歌手デビュー。日劇ミュージックホールに出演する際に、麻紀だけでは短すぎると言われ、勤めていた店の名前からカルーセルを頭につけたのが現在の芸名となった。名付け親は放送作家の新野心である。以後、本業であるニューハーフとしての仕事をしながら、映画やテレビ、舞台などで活躍した。アイッコさんやマツコデラックスさんなど、テレビで見ない日はないお姉系タレント。お姉系タレントのパイオニア的な存在といえるのがカルーセル麻紀さん。見た目の悪さを売りにするお姉もいますが、カルーセル麻紀さんの美貌は女性顔負け。同性愛者を嫌っていたというあの石原裕次郎さんからも女性として扱われるほどで、妹のように可愛がってくれていたそうです。若い頃には同時に6人の男性と交際していたこともあるというカルーセル麻紀さん。同性愛者の人が結婚する場合、同性愛者同士で結婚するケースが多いように思います。ところがカルーセル麻紀さんはのんけの男にしか関心がないそうです。それにもかかわらず過去には結婚していたことがあるんです。のんけの男であっても虜にしてしまうとは、さすがカルーセル麻紀さんですね。カルーセル麻紀さんが結婚したのは30歳の時。相手はフランス人でパリのディスコバーを訪れた時に猛烈なアプローチを受けたそうです。二人が愛し合っていたとしても両親からも賛成してもらわなければ、その後の幸せな結婚生活は難しいですよね。そしてカルーセル麻紀さんが元男性ということを両親に明かしたフランス人の男性、普通の親なら反対してもおかしくありませんが、男性の父親は若かったら息子より先にプロポーズしてるよ、このようにカルーセル麻紀さんとの結婚を快く快諾。フランスは2013年には同性婚を法制化するなど、性的マイノリティに寛大な姿勢を見せています。そんな国民性もありすんなりと結婚を認めてもらえたのでしょう。男性の両親にも祝福され、めでたく結婚したカルーセル麻紀さん。結婚といっても入籍はしておらず同性だけだったので事実婚だったようです。その後、フランス人の男性はカルーセル麻紀さんと一緒に来日、日本で幸せな日々が待っていると思われた二人。ところが多忙なカルーセル麻紀さんと男性は徐々に気持ちがすれ違っていき、ついには破局してしまいます。結婚生活がうまくはいかなかったカルーセル麻紀さんですが、同性愛者に希望を与えたことは間違いありません。実は入れ墨を入れているという芸能人はたくさんいます。日本では受け入れられがたい差し青ですが、海外ではファッション感覚で入れる人が多いですよね。カルーセル麻紀さんも入れ墨を入れている一人。左足の太ももに大きな赤いバラの入れ墨を入れています。
全く隠す素振りはなく、ブログや写真集で公開していますので、目にしたことがある人は少なくないかもしれません。赤いバラの花言葉は、美、情熱。赤いバラはカルーセル・マキさんにぴったりの花ですね。2023年に81歳を迎えますが、今も変わらずお元気なのでしょうか。これまでに幾度の苦難を乗り越えてきたカルーセル・マキさん。怖いもの知らずにも思えますが、病には勝てないようです。病気や手術、脳梗塞に関する情報も見られるため、やや心配ですね。2023年、カルーセルさんは今も美しいスタイルを保ちつつ、現役で芸能活動を続けています。ブログ発信を続けているため、近況をチェックできました。2021年5月26日には、新型コロナウイルス予防のワクチンを接種したと報告しています。今はきっと2度目の接種も終え、自宅で身体に気をつけながら過ごしているのでしょう。また同年3月22日には、作家の桜木篠さんから著作、俺と師匠とブルーボーイとストリッパーが届いたと投稿、早速読んでみたが、面白い、と作品を高く評価していました。桜木さんにとってカルーセルさんは、中学校の先輩にあたります。同郷のカルーセルさんのことを常に意識していたようで、彼女をモデルに小説、火の川を執筆したこともありました。二人はお互いを尊敬し合いながら、交流を続けているのでしょう。同年2月26日にはカルーセルさんが出演した徹子の部屋が放送されました。魅力的なショートのグレイヘアが話題となりましたが、45年前と同じ衣装を身につけ登場したのも驚きですね。衰えをみじんも感じさせない、美しくかっこいいカルーセルさんの姿に、多くの人が魅了されたのでしょう。また、カルーセル・マキさんは、現在も、バラ色ダンディにコメンテーターとしてレギュラー出演、オフィシャルサイトも頻繁に更新するなど、まだまだ働く意欲は衰えていません。その一方で、当たり前の幸福は望めないし、望まない、と語っていることから恋愛に関する意欲はあまりないようです。恋愛はエネルギーを使いますので、仕方ないのかもしれません。2023年現在、カルーセルさんはブログを見る限り、健康に過ごしている様子でした。しかし2011年には、閉塞性動脈硬化症と診断され、右足を手術しています。閉塞性動脈硬化症は肥満や高血圧の人が発症することが多い病気。最悪の場合は足を切断することになるそうです。無事成功したものの。翌年には左足も同じ病気となり、二度目の手術を受けました。2015年にも、どちらの足かは不明ですが、動脈硬化症が再発し、三度目の手術を受けています。何度も手術を受けて、身体に大きな負担がかかっていたに違いありません。5年ほど経ち、身体の状態も回復しつつあっただろう。2020年12月7日、再発により入院し、今度は両脚の手術を受けています。9日には退院したものの、再発を繰り返している点は非常に心配ですね。退院から5日後には取材に応じ、なんと同年4月に脳梗塞でも手術を受けていたことを明かしました。4月29日の昼、飲もうとしたコーヒーが口の端からこぼれたそうです。看護師の妹に電話したところ、脳梗塞の症状のためすぐ救急車を呼ぶよう促されました。搬送時には部分麻痺により顔が曲がるほどの症状が出ていたそうです。新型コロナウイルスの検査の後、カテーテル手術を受け、3泊で退院しました。太っている印象がないカルーセル・マキさんが発症した原因はタバコ。1日に数十本吸うほどのヘビースモーカーだったそうですが、病気をきっかけに1日10本に抑えるようになったんだとか、禁煙せずに本数を減らすあたり、カルーセル・マキさんらしいですね。我慢するのではなく、適量を楽しむのがカルーセル・マキさん流なのでしょう。早期に手術を受けたおかげで、幸い後遺症も残っていないそうです。しかし足の症状は年々悪化しているといいます。新型コロナウイルス流行後、大好きだったお酒も飲まずに自粛生活を送ってきました。お酒を飲まないことは身体に良さそうにも思えますが、ストレスと運動不足が影響したのか、足の痛みがひどくなっているそうです。
足の血管がボロボロになっており、病気とは今後も付き合い続けなければいけないようですね。何度手術を受けてもしつこく再発する動脈硬化症、カルーセルさんは病気とうまく付き合いながら懸命に生き続けていることが分かりましたね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。